んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは悪目立ちをやめるです。悪目立ちする人たちがいますね。変なことで目立ってしまうという人たちですが、変な服装をするとか会合に常に遅れてくるというのはある意味わざとやっているので、その人たちの性格が現れています。ですからそれが嫌な人はそういう人と付き合いませんし、それが面白い人たちは付き合うでしょう。周りはそれを選ぶことができます。でも失敗で目立つという人たちがいます。この人たちはそれをわざとやっているつもりではないので、やめることができませんし、周りもそれがわざとではないと思うので、逆に同情したりかばってあげたりしてしまいます。でも本当はこの人たちのこういう失敗も悪目立ちする技なんです。つまりスタートはわざとでした。子供の頃自分が失敗することでみんなの注目を集めることができたんです。例えば他の人が良いことで注目されていると、それに嫉妬して自分が不愉快になるので、転ぶ、何かを落とすなどの失敗を引き起こしてその場を壊すというやり方で、頑張っている良い子から自分に注目を引き戻すということができたわけです。例えばお姉ちゃんの誕生パーティーで自分がお皿をひっくり返すとか、学校で他の子が褒められているようなところで自分が引きつけを起こすというようなことです。この人たちは子供の頃からこれをやっているので、ほとんど自動操縦なんです。ですから自分ではわざとやっているつもりではないんですが、本当はわざとだったんですよ。ですからこれは直すことができます。特にあなたがもしパニック障害を持っているならば、この誘導瞑想はおすすめですよ。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたはいつも失敗して目立っているよね。みんなが楽しく飲んでいる場所で飲み物をひっくり返したり、一緒にどこか行くときに何か忘れ物をして大騒ぎしたり、結局みんなが大騒ぎして楽しい雰囲気が壊れてしらけてしまうよね。あなたは注目されていたいんだよね。目立ちたいんだよね。でも他の人が良いことで注目を集めているから悔しいんだよね。だからわざと失敗したり何か問題を起こしたりしてトラブルを作ってその場をぶち壊しているんだよね。大人の自分はそれでとても困っているよ。大人の今でも大切な時に失敗したり恥をかいたり本当に恥ずかしいことが多いんだよ。もちろん今はそんなことで目立ちたくないのに、結局目立ってしまうから恐縮してみんなに謝る羽目になってしまう。困るよね。大変だよね。だからもうそうやって失敗して注目を集めようとするのはやめなさい。人が良いことで注目されている場所でぶち壊すのはやめなさい。それは良いことをした人を攻撃しているのと同じだよ。しかも自分を台無しにして相手を攻撃しているんだよ。そんなことをして得なわけないよね。そんなことをしていると自分が良いことをしたときに人にぶち壊されることになるよ。それは嫌だよね。だから注目を集めたいなら他の人のように良いことをしなさい。人よりも優れた自分になりなさい。人よりも責任を担い良い結果を出しなさい。注目されるには失敗して穴を掘るんじゃなくて、
人よりも上の努力が必要なんだよ。頑張りなさい。大人の自分はあなたを見守っているからね。できるよ。あなたにもできる。素晴らしい注目を得るために努力しなさい。頑張りなさい。